今日は私たちにとってとっても嬉しい企画となっております。忘れちゃって絶対負けれないや。早速一番最初に5品ぐらい、5品ぐらい、はい、オッケー。絶対入ってる。1人1個ずつ出そう。でもさ、これ順位も大事なんでしょ、ね、じゃあ1位は絶対中トロじゃない。いや、私も少し出そう、ね、でもさ、中トロいろいろあるけど炙りではない気がする、はい、そうだね、本マグロの中トロが1位、ね、はい、だいたいこちらのお店に来られるお客さんの年齢層ってどれぐらいですか、はい、そうですね、まあ、幅広い年齢層の方に来られているので、まあ、お友達と一緒に来られる学生の方もいらっしゃいますし、学生さん、まあ、仕事帰りとかに、ね、その同僚の方と一緒に来られる方ですね。あとは、まあ、土日とかになるとやっぱりご家族連れが多くなる、ね、ご家族、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はいはい、じゃあ何でもいけそうだね。意外とね、若い子たちも来るのもね、サーモンとか、でもね、サーモンとか、それが2位サーモンにしとく、はい、うん、サーモンと思います。3位、3位が何だろう、穴子、イクラとかどうですか。あ、イクラ、じゃあそうしようか、イクラにしよう、イクラ注文だ、はい、3位までで大丈夫かな、とりあえず、よしよし、とりあえずじゃあ水で頼んで考えよう、また、そうね、注文していきます。まずマグロも人気あるそうだね。3だね、3つ頼んで、3つ、いやー、3個、でも1個ずつ、もう食べたくてしょうがないよね。そうですね、ね、ネギトロ種類ありすぎじゃない。ネギトロ確かにね、軍艦が一番入ったじゃん。縁側、縁側あると思って、ね、これになってるのは人気なものじゃないですか、もしかしたら。あ、穴キュウとかね、はい、穴子とかね、穴子9位ぐらいに入ってそう、うん、穴子、穴子、見てください、穴子のやつ大きいですよ、写真。確かに、なんでだ、人気じゃない、人気だから。中トロもでっかいけどさ、穴子もでっかいよ。ほんとだ、あ、待って、見てください、あ、そしたら、ほんとだ、あ、待って、中トロ、炙り中トロもでかいよ。ほんとだ、はい、すいません、お待たせしました。やばい、色合いが、さあ、もういくらになります。新鮮だね、めちゃくちゃ美味しそう、食べていいか、このテンションいつまでね、保てるか、高橋さん、で、ここに寿司を入れます。ありがとう、優しい、優しい、ありがとう、はい、いただきます、いただきます。うん、うん、うん、美味しい、とろけちゃった、とろけちゃったね、めっちゃくちゃ油乗ってるかも、めっちゃ美味しい、無限ですね、これは1位、ね、第1位は、せーの、本マグロ中トロです。出鼻くじかれたね。ちょっとびっくりしちゃった今。うん、なんかいくらって食べるの楽しいよね。うん、汁だらけです。おいしそうじゃない。大丈夫。ちょっと通じたら嬉しいです。はい、うん、4位はせーの、いくら軍艦です。もう無理じゃないこれ。じゃあサーモンもう一回頼もう。
そうですね。サーモンは絶対入ってる料理。あとマグロ。はい。え、ウニ、ウニ。あ、ウニ。今4つ頼みました。ありがとう。ありがとう。はい。サーモン、エンガワ、アナゴにウニ。ねえ。あー。美味しそう。いやー、マグロ。マグロの当たりになりますね。これは2だ。ありがとうございます。2のマグロだ。本当に？大丈夫？ひよちゃん。え、とりあえずサーモンからいきますか。うん、サーモン行こう。え、あ、食べてからでいいか、うん、私もあと2貫ぐらいしか食べれない。え、ほんとですか？わかんない、ちょっとどんな感じ。うん、うん、脂塗ってる。 OK、うん、サインは、せーの、サーモンです。でも順位には入ってます。マグロからいく？マグロは絶対2位なんだ、ね、絶対かは分かんないけど2位潰そう。え、マグロと思う？ウニと思う？めっちゃ難しいです。そういうレベルなんだな。もう分からなくなってきました。でマグロは本当に老若にゃんにゃん人気だから大丈夫ちょっとあんまりマグロ食べたことないんだよね。嬉しい。私もあんまり食べない。大丈夫これ私もあんまり食べない。うん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 。どうするこれ順位に入ってなかったら。え、怖いです。しおちゃんのせいだよね。ただいま食べた本マグロの赤身は第2位です。あー、しおりさんなんて嘘でしょ。あ、でもランクに入ってるか入ってないか。あ、そうだ、聞いて。入ってます。あ、入ってるんだ。入ってるんだ。ウニ食べよっか。ウニ、はい、ウニ2位だ。おいしい。2位は、せーの、ウニ軍艦です。よし行こう。次アナゴ。みずきちゃんの大好きなアナゴですね。はい、大好きです。もう食べよう。いただきます。うん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 。てかアナゴって柔らかい。アナゴは第5位です。ちなみに、ちなみに、ちなみに、ちなみに入ってます。やっぱり入ってるんだな。次はひーちゃんの大好きな縁側に行こう。はい、縁側5位にしようかな。 OK。 そうですね。いただきます。うん、うん、でもランキングに入ってなかったらごめんね。大丈夫、入ってる、入ってます。第5位は、せーの、縁側です。なんだなんだもうなんかちょっと頼もう。そうですね。あ、ちなみにランキングには入ってません。入ってない。あ、入ってない。入ってると思った。今7種類頼みました。量が半端ない。やっば。7個とかどう食べなきゃいけない。はい、7個です。待って、でも1、2、7個が全部当たれば大丈夫だよ。ほんと？でもあと1貫食べなきゃいけないけど。失礼しまーす。サーモンいくらですね。赤身、イカ、アナゴになりますね。イカすごい。やばー。決めた。第10位は、せーの、卵です。ちなみに入ってますか？入ってません。ゆうちゃんうるさ。第8位は、せーの、ネギトロ軍艦です。あ、食べようぜ。ちなみに入ってますか？入ってません。うるさ。じゃあどれ行く？イカ行く？こっち行こう。イカが入ってるかどうかは調べる。あ、そうです。一回調べましょう。キャパオーバー、キャパオーバー。はい、第10位はイカです。入ってません。第6位は、せーの、本マグロ、赤身。あー、次行こう。あかりさんの顔が暗くなってきました。どんどん。よし、じゃあ当てよう、うん、第3位は、せーの、イクラ軍艦です。OK。 アナゴ食える、うん、食べようか。本当に、うん、じゃあ私サーモン食べますね。え、助け。じゃあ次から頑張る。よし。第4位は、せーの、アナゴです。ブーブー。よしサーモンなんじゃない。嘘。え、よかった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 。いやー、よかった。第5位は、せーの、サーモンです。いやー、そうでしょ。すごい、食べる気なくしちゃったもんね。
礼します。タイとブリになります。ありがとうございます。どっちがタイだ？あ、ブリこっちだ。行きましょう。パーティー？うん。よし。ね、タイが5位でダメだったらブリが5位。そうだね。うん、そうだね。6位は、せーの、タイです。はずれ。第5位は、せーの、ブリです。サーモン、ホタテ、サーモン、ホタテ、マグロタイかな、うん、これで外れたらもう食べれない、食べれないねでも美味しいんだよね、味は本当に。はい、失礼します。炙り中トロとホタテになりますね。美味しそうだね、超美味しそう。これ最後に全部順位発表することです。食べる気力が失せないように。ないように食べるって食べる。うん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 。これ1位だ。1位。1位を炙ってるんだもん。美味しい。うん。これ美味しい。じゃあホタテ食べましょう。はい。何かい？大丈夫です。うん。甘い。美味しい。うん、食べやすいね。わー、はい、わー、すごい、かわいい、はい、いやー、美味しそう。本マグロの赤身になりますね、はい、色合いがかわいい、かわいいですね、ザオ寿司って感じの、はい、ラスボスだ、美味しそう。死んじゃうかもしれないなんかリアルあはは、大丈夫ね、役者だ。お寿司食べる。おはようございます。おはよう、ちょっと遅れちゃってごめんね。いいんだよ。みんなもう結構食べた？結構食べた。お腹空いてる。あ、まだ飲んどいてくれたの？ありがとう。しかも好きな白いとブリ好きって知ってた？知ってた。知ってました。あ、これ、あ、嬉しい。ありがとう。食べれる、これ本当に食べれる。一回やった方がいいよ、しょちゃんも。マジで食べれると思う。マジ？あ、タイだ。うれしい。いただきます。限界が。じゃあ最後はみんなで行きましょう。はい。よし。じゃあいただきます。いただきます。よし。ごめんなさい、私口の中にまだ入ってました。ああ、大丈夫よ。ゆっくり食べな。味わってね。うん、もう行こう。潔く。とらわれの。7位行こう。ねずちゃん。はい。行こう。第7位は、サーモンです。ありがとう。